重心位置を変えて球の捕まり度合いを調整できる。ミスに強くてタイトリストでかっこよさもある。この D2 というシリーズはタイトリストのドライバーの中ではかなり優しいタイプになってます。ヘッド形状もちょっとこう四角っぽいのが分かると思うんですけれども、完成モーメントも高くてオフセンターで当たった時にも球が曲がりづらい。ミスに強くて、なおかつタイトリストでかっこよさもあるのがこの D2。 TS2 というシリーズがこの後継モデルで新モデル出てますけれども、 TS2 にないものが後ろのシワフィット CG ウェイトという名前がついているんですけれども、これはウェイトの向きを変えたりすることによって重心位置を変えて球の捕まり度合いを調整できる。今買うんだったらとてもコスパのいいドライバーになってます。全然難しいモデルではないです。すごい球が捕まるクラブでもないし、すごい右に行くクラブでもないので、スイングをこれから作っていきたいっていう、そういう人にもちょうどいいクラブかなと思います。